子育て支援センターです。今回はハンドベルの演奏からお送りします。次は岐阜っ子一家のクリスマス飾りをご紹介します。それではどうぞ。もうすぐクリスマス ね、ね、ツリーに飾り付けしましょうね、サンタさん来るかな、来るといいね。プレゼント欲しいな。プレゼントもらえるよ。うちのみっちゃんとあんちゃんはとってもいい子だから。できた。どうできた？できた。はい、じゃあお茶にしましょうか。やったー。みっちゃんあんちゃん、お母さんの手作るやつ召し上がれ。はい。いただきまーす。どれからにしようかな。これ。じゃあこれ。どう？おいしい？おいしい。よかった。この後何して遊ぶ？何しようね。あね、お母さん、このさ、お皿使ってさ、何か面白いことできないかな。そうね、このお皿使って、そうね、お部屋の中をもうちょっと飾り付けしましょうか。うん、お母さん、いいこと思いついちゃった。じゃあ、みっちゃんちゃん、これ用意してくれる？はい。紙皿と、のりと、色画用紙とシールやスタンプ台とか用意してくれるかな。シール、スタンプ台、画用紙ね。お母さんが切った丸型とヒイラギの葉っぱの画用紙あった？あった。はい。じゃあ早速作ってみようか。うん。さあ紙皿用意したよ。今日はお母さんこんな形に切ってみたよ。みっちゃんちゃんこれに貼ってみて。はい。じゃあ丸い方で貼ろうっと。じゃあ私はヒイラギの方。あ、上手に貼れるね。上手。あ、みっちゃんも二枚目上手に貼れたね。うん、みっちゃんの丸も素敵ね。かわいい。かわいいね。できて。もう一枚やろうかな。さあ、たくさん貼れたね。じゃあこれにシールを貼ったり、指でスタンプをして、とっても素敵な飾り作ろうか。はい、やってみて。あー、シールからやろう。じゃあスタンプからやろう。わー、いろんな色がある。あ、赤貼るととっても素敵ね。あ、あんちゃんの指の形ついたね。あんちゃん後で貸していいよ。シールやスタンプだと小さいお子さんもやりやすいですね。次シールやる。お姉ちゃんどうぞ。はい、ありがとう。色がついてカラフルになってきたね。素敵。できた。はい。こんな風にお子さんのお写真を飾ったりリボンをつけてもとっても素敵ですよ。じゃあ、あんちゃんみっちゃん早速ツリーに飾ろうか。うん、はい。